イエーイ、最高だぜちっちゃいヒラメが釣れました。手よりちっちゃいすぐリリースしてあげます。ごめんね。はい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 。こんなちっちゃい、こんなちっちゃいんだ。はい、うわ、帰れるか。はい、帰れ。バイバイ。はい、今日は、皆さんこんにちは。はい、暑いです。今日は釣りをしてるんですけど、あのヒラメを狙いに来ました。もう時期は結構遅いんですけど、でヒラメを狙っていたらこれが釣れました。じゃあはい、多分ワタリガニ。ブクブクはこんな感じ。あー、だんだん、とりあえずもうね、こいつはお料理して食べます、持ち帰って。はいということで、家に帰ってこの子は食べます。いやだよ。ね、絶対これはゴミだろうなと思っていたらカニ。はい、カニが釣れました。そして釣れてるところは取ってないよ。ゴミだと思ってたから。あのね、ハウルが食われてる。見て、ハウルの尻尾が食べられました。もうお前のことは連れ帰って食べてやる。これワタリガニでしょ、きっと。めっちゃでかいよ。怒ったよ。絶対食べるからね。よし、じゃあこの白いカゴに入れて帰ろう。袋だったら、え、なんかすごいお腹モリモリじゃない？なんなのこのお腹、砂かな、わかんないけど。袋だったらさ、穴開けて、はい、穴開けるっしょ、袋に、きっと。これに入れて帰ろう、帰ろう。え、怖い。お腹なんなのこれ、触ったらなんか怖いんだよね。よーし、持ち帰ってきた。すごい。砂落としたらめっちゃかっこいいよ、このカニ。それで、まだちょっと生きてるけど、砂落としたらすごいかっこいいんだけど。ワタリガニだね。今日はこのカニを使って料理をしたいと思います。そうだな、カニ、味噌、ラーメンでも作ってみますか。なんか出汁がめっちゃ美味しいらしい、このカニは。で、この出汁を使った味噌ラーメンを作ってみようと思います。すごいんだよ、お腹が。ちょっとひっくり返してみる。怖いんだよな。でもひっくり返してみる。いい？怖いけど。でもお腹が、あ、待って、一回待って。はい、ひっくり返したらなんかお腹がすごい。味噌なのかな、味噌じゃない、卵。あっ、これ卵、卵っぽいね。すごい、砂ではないよ。すっごい卵ついてます。バクラの。よし、始めたい。まずカニをぶつ切りにして、沸騰したお湯で茹でる。いやー、死んだ？まだちょっと生きてる。すごい卵。このカニをぶつ切りにしたいと思う。頑張ろう。でかい。ありがとうございます。どうやってぶつ切りにするの？これお腹から、本当はこういうことなのね。ここがなくて卵が出てるから、これベロってなってるだけだ。ぶつ切りにするよ。じゃ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 ん。でかいよ、ほら。すごい。
かに。ああ、ちょっと映像良くないね。怖いです。ごめんなさい。汗が出た。はい、ぶつ切りに、ぶつ切りにしたカニ茹でてます。すごいいい匂いしてるよ。すでに一応きちんとアクも取ってね。すごいいい匂いしてる。はい、はい、今回は味噌ラーメンだけど、とりあえず市販のスープの素入れます。これいっぱいあるけど、とりあえずこれを入れます。絶対でもこれでも美味しいよね。はい、とりあえず市販のスープを入れてみた。でもめっちゃ匂いめっちゃいい。ちょっと味見してみようかな。ちょっとだけしてみる。よいしょ。どうで、ちょっと味見してみます。あ、やば、めっちゃ美味しい。うん、これはやばい、めっちゃ美味しい。麺は沸騰から3分、2分半でもいいかな。固めが好き。とりあえず3分にタイマーは設定してます。普通にその辺に売ってるラーメンの麺です。よし、準備ができた。麺も茹でた。スープもある。よし、盛り付けていくぞ。味噌、市販のスープでも絶対いい出汁出てるから美味しいよ。はい、よし、メンマとネギも乗せた。あとは上にごまを振って完成。すごい、ちょっとごま振りすぎた。はい、これで完成です。じゃーん、海で釣ったカニを使ったカニ味噌ラーメンの完成です。イエーイ、食べようかな。実食です。うまそう。さあ食べましょう。七味もちょっとかけて。チッ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 と。あ、なんかピッてかかった。ヤスさんも隣で食べてる。おお、めっちゃ美味しそう。どう、ヤスさん。スープの味噌とカニの味噌が混ざり合って、とっても美味しいね。スープの味噌とカニの味噌が混ざり合ってとっても美味しいそうです。じゃあちょっと食べてみます。うん、あ、これ本当に美味しいね。はい、釣ったカニのラーメンはマジでうまいです。皆さんもカニを釣ったらやってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。食べながらですが挨拶です。ではまた次回皆さん見てください。それではさよなら、いただきます。